熊本地震から1ヶ月、阿蘇市黒川にある JR 阿蘇駅周辺のお店にお邪魔して、地震直後の様子や現在の状況などについてお話を伺いました。まずは JR 阿蘇駅隣にある道の駅阿蘇です。こちらでは阿蘇市の農産物や加工食品、お土産品などを販売しています。地震直後はですね、まずあちらのお酒とか牛乳とかケチャップなどの瓶物ですね、それがやっぱり揺れで落ちたみたいで割れて床の方に広がってましたね。それをとりあえず、土曜日から来てみんなで明るいうちは片付けたりとかしてたんですけど、水も来てないし電気も来てないんで、午前中片付けたりとかしながら、あと支援物資として回せるものは回させてもらうということで、そういう作業をして、やってました。はい、大型連休はもういつもに比べてはどうだったですか？暇でしたもういつものやっぱり5分の1とかぐらいなんですけど、それでも何人か若い方とかがやっぱり元気なんでしょうね。ミルクロード取ってきましたよとか、大津から2時間かかっちゃったとか、途中なんか事故とかがあったらしくてですね、そう言いながらも来ていただいたら、やっぱりなんていうんですかね、観光客の方が1人でも2人でも来ていただくとやっぱりありがたいですしね。そうですね、とりあえず負けないっていうか、もう頑張っていかないともうね、どうしようもないですし、もうダメだとか言ってても仕方がないですから、できるところからやろうということで、一つは玄関口になりますので、うちが一つ元気を出しとかないと阿蘇全体がやっぱりこう暗く感じてしまうのかなと。皆さん元気でねやってらっしゃいますし、うちは結構ほら阿蘇のいろんなところから商品出していってもらってますんで、その方たちに頑張りましょうという形でみんなで声かけたりとかしながらやってますね。こんな中、わざわざお越しいただいた皆様、本当にありがとうございます。こういった温かい言葉で、今日も道の駅阿蘇は元気にお客様を迎えています。普段通りの数とまではいきませんが、今日も阿蘇市の特産品などを求めて、ここ道の駅阿蘇にはたくさんのお客さんが入れ替わり立ち替わりやってきています。続いて和菓子や洋菓子を販売する菓子中村の中村さんにお話を伺いました。そうですね、お店は商品が落ちたりですね、あとレジも落ちたりで結構ぐちゃぐちゃになってたですね。はい、それを目の当たりにされた時はどんなお気持ちでした？そうですね、こう手塩にかけて作った商品がめちゃくちゃなってたのでちょっとショックだったですね。はい、割と早い段階からお店を再開されてたそうですが、はい、何日ぐらいからお店開けられてました？18日月曜日から開けました。はい、じゃあもう電気とかは割と早く？そうですね、割と日曜日の夕方にはライフラインすべて、整ったので、少しでも早くですねお店を開けようってスタッフのみんなと頑張りました。はい、準備してたんですけど、思いのほかお客さんも被災されてるので来られなかったのでですね、急遽、昼ぐらいから炊き出ししようかということになって、はい、だご汁、1日目はだご汁作りました。はい、今年は暇だったですねはい、観光客がもうほぼ来なかったのでですね、けどやっぱり今回は広域でなおかつ道路が寸断されてですね、お客様来られないのでちょっと考えていかんといかんかなって思ってます。はい、雇用も守っていかんといかんのでですね、売上落ちたまんまでは給料払えないので、やっぱりどういう形かで売っていかんとって思ってます。はい、菓子中村頑張っております。なかなかですねちょっと厳しい部分はあると思うんですけど、
今からですね頑張って、またなおさらさらに頑張っていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。今回ご紹介した JR 阿蘇駅周辺にはカドリードミニオンもあり、また6月には道の駅阿蘇主催でホタルツアーも開催されるなど、家族連れにおすすめの観光スポットです。また今回登場した商品はインターネットでも購入することができます。詳しくは道の駅阿蘇家臣中村のホームページをご覧ください。さらにオンラインショップアソモでは、家臣中村のように被災した店舗を応援するため、阿蘇復興支援セットを販売中です。阿蘇の特産品や一品を集めたセットをご用意しており、売上の一部は阿蘇神社の再建に役立てられます。こちらもぜひチェックしてみてください。